どうも皆さんこんにちは。今日は、2020年11月の30日月曜日、快晴ですね。名古屋の気温は、16度17度ぐらいまで上がるよということですね。今1号が、2両編成で行きました。そして、2号も、2両編成で入ってきました。それで今日の金勝浦側の先頭車両についてはまた貫通式オンリーでございます。先週の水曜日から、6日間連続でございます、ね、そうなるとそろそろこの金勝式の先頭車両も、欲しくなってくるなというところが人間でございます。今日はちょっと手法を変えまして、カメラをいつまでズームアップするんですけど、今日は一切せずに、そのままの状態で撮っていましたということですね。なのでだいぶ何機構が遠くから近くに寄ってくるっていうね、肉眼で見るような感じで撮れたらなと思います。これも出発ですね、いつまでこれでズームインするんですけどね、それで引いてくるんですけど、今日はもう一定のカメラでワークでやってますよということですね。これが一番いいのか悪いのかちょっと今日はテストでございますので、またご意見があればコメントをお寄せいただければ、また今後の参考になるなとは思っております。はい、それでまたこれで2号がちょうど回送になりますよっていうところですね。はい、一旦止まりました。それで見てください、この12番線、13番線はここから見ると向こう側に一切何もないんですよね。ガラーンとしております。でしかも床はこうやってタイルが壊れてね、壊れたっていうのがそこが剥がれたのか分かりませんかね。アスファルトでこうやって補修がしてあります。だから継ぎはぎなんですよね。たまにちょっと盛り上がってたりするとトラロープが、トラテープがあってあるんで、トラテープというのはなんちゅうの、黒と黄色のしましまのテープですね。あれをトラテープで、あれのロープ版がトラロープっていうやつですね。それが貼ってあったりして注意を促すような形になっております。で隣の10番、11番線を見ていただくとちょっと全然違いますね。エスカレーターがあります。ここは地面があります。こちらエスカレーターも地面もございませんっていうところですね。であと登ってくる階段についてもここはタイル張りで、こちらは昔はコンクリート張りでっていうような形ですね。コンクリートもちょっと黄土色塗られてたりとかします。でこの12番線、13番線エスカレーターがございませんので南紀号に乗ってキーカツラの方に行っておじいちゃんおばあちゃんはちょっと荷物を持って階段を上がってくるか、またまたエレベーターで上がってくるか、どちらかエスカレーターがあればもっと便利になるのになとは思っております。で今日はいつもより思考を変えて見てください、このシナノをこちらから見て南紀号が後ろから入ってくるんですね。これ3号です。3号は4両編成なんですよ。はい、でこうやって前から来る列車を見るのは何にも普通なんですけども後ろから撮って来られるとちょっと恐怖を感じるような感じですよね。それもスリルあって面白いんですよね。これはホームの端っこギリギリ立ってるわけじゃないんで完全に安全地帯に立ってるということですけどね。ただ後ろからゴーッとディーゼルの音がしてグッガーッと来られるのはちょっとある一種の恐怖を感じますね。見てください、これシナノが向こうに行ってますけれどもこんだけだだっ広いんですよね。何かこれを見ると国鉄時代に栄えた駅が今はちょっと閑散としてるような感じ、そういう印象を受けますね。昔長大編成の何でしょうか、客車列車とかそういったものはこの辺も使ったんでしょうけど今は全然使われておりませんので要するにこの広いところを使うのは私どもみたいな鉄道ファンとかそういったものが写真を撮ったりとかそういったことで使うだけであってですね、JR 東海が本来思っている乗客のお客様についてはこの辺は一切使えませんので、それはそれでいいのかなということと、私どもこうやって物がない分自由に撮影ができて非常に助かっております。10番、11番から撮るときは本当になかなか撮りにくいので、アングルもなかなか決まりにくいし、物があって撮りにくいしというところで、こちらの方が十分撮りやすいなというふうには感じております。先ほど3号は行ってしまいましたが4両編成で行ってしまいました。それで4号の進入速度は見てください、今日はこの靴で撮るかどうか分かりません。めちゃめちゃ速いですよね。こんだけ速かったのかと思って、しかもそれを停止位置にピタリと運転手さんの技術力の高さ、これもう脱帽ですね。これはね、はい、それでまあ改めて5号がこれで行ってしまいましたよということで今回の、動画はこれで終わりになりましたということですね。はい、こんなところでまた明日も明後日もまた撮り続けるために皆さんぜひともチャンネル登録をいただくとまたモチベーションが上がって撮っていきますのでぜひともチャンネル登録お願いいたします。それではまた、さようなら。